はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2プロフェッショナル続きやっていきたいと思います。ですね、今のパーティーがですね、まあこんな感じなんですけど、パーティーランク6位になったのでスカウト9ね、とりあえずねクリアしようかなと思いまして、ね、レベル上げようと思ったんですけどね、ちょっとやる時間なかったので、まあここ変わってますよね。ついに真のバトルグランプリが始まるらしいぜ。やべえよ、俺超ドキドキしてきた。まあ、お、横になんかいるじゃん。はい、プロのレベル10だね。パーティーランク6以上のパーティーを連れてくること。今いるのでね。はい、まあ、お見事よ。確かに指定通りのパーティーになっているよね。ついにパーティーランク6を超えるパーティーを連れてくるなんて普通にすごいわ。きっとあなたなら最強マスター決定戦でもいい線いくわね。これからは Wi-Fi 通信を使っていろんな人と戦ってみるといいわよ。はい、それじゃあ今回の商品受け取ってねと。おう、賢者の証。まだあんだね。10で終わりじゃないんだ。お、スタンダードキラーを持つモンスターを連れてくること。まあ、これもまた持ってきましょう。これなんだろうね。ドロシーちゃんはまだまだスカウト級プロに夢中なのであります。もうこうなったら生涯彼女のスカウト級プロに付き合うであります。あ、メスなんだね。なるほど。ホーガンさんとかいるね。これいなかったもんね。ここ前のバトルグランプリのリングなんだろ。なんだか変な形してやがるな。まあ真のバトルグランプリのリングはなかなか雰囲気があってよかったけどな。もう完全に相撲ですよね。待たせたな。ついに真のバトルグランプリの準備が整ったぞ。それではまず簡単にルールを説明しよう。よく聞いてくれ。真のバトルグランプリは従来の通りか、マスター戦を採用しており、マスターたちが互いにモンスターを出し合い勝敗を競うこととなる。バトルは予選が3回戦、3回勝ち抜いた者がその先へ行ける。全ての戦いに勝利すれば優勝だ。その暁には優勝商品や酒よ。道具の使用とモンスターの入れ替えは認められないから気をつけてくれ。これどうなんだろう、連続なんかな。あ、ビスか。レディース&ジェントルメン&モンスターズ。真のバトルグランプリがいよいよ始まったぜ。早速選手紹介と行こうか。最初のお出ましは奇跡のシャイボーイ奇跡のシャイボーイ、我らがチャンピオンカズボー。そしてお次にやってきたのはウサ耳コンパニオンピスカー。マスター経験ほぼなしの彼女がどこまでチャンピオンに食らいつけるのか。えへへ、ピスカ親衛隊の皆さんがカズボーさんの最初の相手だよ。それでは真のバトルグランプリ予選1回戦レディーファイ。お、鎧系だね。ああ、黒騎士レオコインだ。これもね。普通にいけるでしょうけどね。お、デュレスクラッシュ。まあそんなに大して強くないよね。1回攻めはね。なんか普通にいけそうな気するけど。OK。予選1回戦の勝者はチャンピオンカズボーだ。それじゃあサクサクいくぜ。第2回戦の相手はこいつだ。お、ホーガン。セブンスと共に歩んで25年、怒りの整備士、ミスターホーガン。いつも肩を回すのは四十肩？違うぞ、相手を殴る前振りだ。えへ、イブシギンの戦い方ってやつ、お前に教えてやるよ。
それでは真のバトルグランプリ予選2回戦レディーファイ。お、2枠1枠。ここだけ命大事にしとこうかな。お、さすがに強くなってるね。マージン切り当たったらまずかったんじゃない今。お、カウンターやっていくんだ。パイ切るとね。ああでもそこだったらいいや。物質切り、おー、ナイス、素晴らしいね。ベホマラ、おー、ちょうどいい。あとは落ちないよね、2枠だからね。奇跡のメースいいっすよね、これね。もう常にこれやってくれればいいけどね。ベホマラレディーファイ行くぞ、ドーン。まあ、フォロボスとね、何かでね、まあ、何かできますけどね。まあ、それは知ってるので。OK。予選2回戦の勝者もチャンピオンカズボーだ。それじゃあ、ちゃっちゃと行くぜ。第3回戦の相手はこいつだ。お、キストーラさん。最愛のモーモンは神だった？悲しきセレブ、マダム・キストーラ。シャルロットの代わりは見つかったのか。連れてきたモンスターにも注目だ。戦の神を引き連れ、箔がついたバトルクイーンの強さ見せて差し上げるわ。カズボーはこれに勝てば予選突破だぞ。それでは真のバトルグランプリ予選3回戦、レディーファイ。お、最強モーモン、ピンクモーモン、マポレーナ。マポレーナまだ捕まえてないね。モーモンも、あ、そっか、最強か、これ。まあ、レベル50以上ってことだよね。まあ、普通に考えてね。まあ、いいか。お、ラブリー。回復薬が固められましたね。まあ、普通に強いよ。わ、ドルマドン使ってくる。うわ、一撃。ドーン。だけど、いけると思う。まあ、思わぬラブリー食らいましたけどね。まあなんとかゴリ押しでしのぐんじゃないかなっていう感じしますけどね。おお強いね。ギラグレイド。お、あとブラウニーだけだ。あんまね強くしすぎるとね逆にまあ面白くなくなるんでね。バルザックとかもね、まあ、強いですけど、あんま使いたくないですよね。お、いけますね。このメイスがあるからね、回復するんで。勝ちました。ブラウニー強いな。まだ最強じゃないですからね。まあ、いけるかなとは思ったんですけどね。これギリギリの戦いやっぱいいですよね。OK。予選3回戦の勝者もチャンピオンカズボーだ。これでカズボーは予選突破が決まったぜ。おめでとう。予選突破ですからね。さあお次は真のバトルグランプリ本戦だ。ゆっくり休んで戦いに備えてくれよ。予選突破、お見事であった。これより真のバトルグランプリ本戦を始めるぞ。本戦に進むのは君を入れて3名だ。他の2人に勝てば優勝する。そう、当たり戦だ。この戦いは歴史に名を残すであろう。さあどうする？早速参加するかね。これはね、今結構ギリだったので、慎重になるのも仕方ある前。ではまた声をかけてくれ。予選はね、まあいけるんですけどね。まあ、本戦は、まだ、いかないです。ちょっときついかな。
まあ結構ギリだったらですもんね。だから普通に攻略して、まあ後で来ればね、まあいいんですけどね。だから本戦はまだ行かないので、本戦でね、何が出るとかね、まあまたね、いつものことながら控えていただければ嬉しいと思います。本来ならね、ここでね、オセアーノンの、まあこれね、スカウトできるでしょうけど、まあ作れるんでこれもね、まあ作り方なんかもね、じっくりね、やっていこうかなと思ったんですけどね。まあここに出てくるであろうモンスターもいますので、また足がいるんでこれね。また戦うのかこれ。あーってことはまたオツヤーノン、なんだろう、まあ、ゲソ足じゃないけどね。最強ブラウニーしたこの疾風突き外しますんで、今ね他のモンスターにしてもいいんですけどね。で40まで上げてるので50まではちょっとこのままにいってね、最強ブラウニーにしようかなと。これも最強モンスターいますよね、きっと。まあ、とりあえずね、ゲソ全部倒しましょうね。まあ、倒さなくても出てくるかわかんないけどね、とりあえず倒してた方が無難かな。お金持ってんだ。お、いいね、小さなパーツ。ああ、ちなみにもっとスカウトしやすいモンスターとかね、まあいるでしょうけど、まああえてね、このパーティーでやってますので、まああんまりね、強くしすぎてもね、もう本当にね、簡単になっちゃうっていうね、じっくり遊びながらやってる感じなので、いました。どうしようかな。いくらか減らしとくか。久しぶり。お前か、またワイが寝てるところ邪魔しに来たんかいな。ところであのモンモンはどないした。なんやて、あのモンモンはレオソード様だったっちゅうんかいな。お、様って呼んでるからね。あ、でもガクガク、こら、あかん。なあ、あんた、ワイを仲間にして、どこか遠くへ連れてっておくなはれ。レオソード様を、ぶん殴ったとあれば、存在を消されてしまいかねん。ほな、行くで、スカウトしてや。してほしいんだったら仲間入れつうのに。まあ、スカウトした方が楽かな、これは。スカウトして、あとは作ったらね。これ、ランクいくつだろう ?A かな ?S かな ?S だったらもう、同じモンスター配合しなくて済むんですけどね。ちょっとね、スクルトとか、まあ、そんなのかけといて、アイテムと一緒、テンションかな。まあ、そんな簡単には倒れないでしょうから、ズドン。まあ、2000はあるだろうな、さすがに。バイキルと、スクールと、攻撃。これでだいぶ違うと思う。そんな簡単には絶対倒れないから。ズドン。で、ブラウニーが殴って、おぉ !999 出た。これでスカウトやってみようか。あ、麻痺攻撃。あ、全員麻痺してるし。入れ替え、バッファロン。これでいいや。ティアリックあるよね。ティアリック。あ、一人か、そっか。命令テンション。まあ、不思議なたまり使ってもいいけどな。あれないんだよな。そうだ、バイキルミン買ってくるの忘れた。はい、これで。
メダカ握り、まあ、こういうの厄介ですよね。光の波動とかもあるしな。まあ、ベホマラはかけなくていいけど。おっと、やっちゃった。攻撃しちゃった。あ、混乱してんじゃん。おいおいおい、勘弁してよ、もう。今混乱してるの分かんなかったし。目覚めの針じゃないな、これな。いや、目覚めの針でいいんだ。目覚めの針。セレルタ。ねんなよ。え、寝てる？うわ、最悪。毒だったらいいけどね。でもまずんかな、テンション。あー、使いたくないな。どうするか。貯めるまでね、耐性やっぱ持った方がいいね。だったらまあ、これは2枠の方がいいのかな。まあ、こんなもんだろうな。まあ、いけなくはない。フラウニーが。これで10位くる。あ、いける。すげえ。すげえ。ランク S だね。すげえ。運使い果たした。今回。お世話の来ました。はい、カズボは海岸主、お世話の仲間でした。まあ、レティスもいけそうだね、これね、ずっとやってればね。多分このぐらいパーセンテージいくから、まあ、後でいいや、あれは。大きに大きに、あんた強かったで。ほな、これからもよろしゅう頼むわ。お世話のは、もう一体ね、これな、いつ出てくるんだろうな。まあ、いや、一回夜にしてみっかな。スライムによるね、まあ、ラナルータですね。夜まで休んだというラナルータね。これで、ルーラー、海岸。天候悪い日の夜でしたね、確かね、ガマデウスインの。あいつそろそろ捕まえたいんだよね、S ランクだから。まあ、強いんだよな。天候悪い時ね、海賊出てくる可能性あるのでね、出くわしたら出くわしたで、まあいいんですけど、それはそれでね。お、来た。悪天候。今7回、8回ぐらいやったな。OK。何？ああ、そうだね。こんなんいたね。でね、ここの、ドラゴンをね、まあ、倒すと、この奥に、まあ、出てくるって話なんですけど、とりあえずね、ここで戦って、ギャオスか。強ギャオス。これってスカウトしても別に倒したことになるよね。こんなん作るのめんどくさいですもんね、ギャオス。まあ出てくるからいいけど。まあ今日で出てくるんだったらね、それに越したことはないんで。ドゥルーン。あ、さっきのお世話の何だったんだって話ですけどね。まあ倒してもいいか。いくらでも出てくるから。
50にしてね、バウンティーハンター外したいのでね。わ、こう余計なことする。まあ回復はね、まあ、よくね、ホイミとかでもいいんですけどね、ただね、もう面倒だっていう話なんで、ここら辺は。案外強くないか、ドラゴン。すみません。まあ、ちょっと舐めてかかったかな。これ倒せ。ああ、なんで、シップ好きばっかりやるから、普通に攻撃したら守りの切り入ったね。あ、よかった、バファロンで。これで守りの切り切れたんで。これでガマデウスが確率なんかな、ここで。おお、ドラゴンキラー。うん、入ったね。ドラゴンがドラゴンキラー持ってたね。これどっちから来たんだ。こうか。え、違うな、あれ。あ、そうだ、こっちだ。さて、いる？いた、ガマデウス。さて、回復しないとまずいぞ、これは。回復棒通る。これはね、絶対ね、倒しちゃうんじゃないかと思ってる方がね、いけないので、スクルトでしょ。これはもう攻撃でいいや。攻撃。周り倒す。先に危ないから。多分1000ぐらいあると思うんですよ。もっとあるかな？危ないかね、これね。OK。あ、まだ倒れない。なんだ、ギャオス。マジか、エリオ倒れんじゃん。あ、よかった。そんなもんか。デフォマラー、攻撃できるでしょ。あ、強ギャオスか。強いなと思ったら。ドン。お、周りまず倒して、あとはもうガマデウスだね。もう一発ずつ全員で殴って、まあそれでも多分倒れないから、うわ。あれ、竜王で殴ればいいか。いや、違うな。いや、まずい。ベホマズンだ、これ。おい！いいよ、いいよ。倒れたものはしょうがない。フォロゴス。倍切ると、命令でしょ？ここが倍切ると、まあ、自分でいいや。攻撃。絶対倒れないから。さあ。でしょ？せ、うわ、勝って！あ、そうだ、これ使うんだな。めんどくさい。あ、生き返れなかった。オッケー、ドン。でしょ？あと、フォロボスが、もうあと全部倍切ると、テンション。もうこれでもいい。あー、めんどくさいな。次はタンバリン使うかな。マイナスまでいったよ。2.3%。あ、もうやめてくれ、マジこれ。ぼやきマイナスまでいくからね。しょうがない。使うか。不思議なタンバリン。あんま使いたくないけど。道具、不思議なタンバリン。命令、バイキルト、テンション。ぼやき来るかな、さすがに。これで 10% ぐらいいけば、ここエルビキ。あ、こんなどうでもいい。やられかねないもんな。ドン。よし。行くぞ。頑張れ。これ以上やるとぼやき食らいそうだから。ドン。あー、前よりいい。全然いい。あー、
ああ、大丈夫だ。いけるいける。これはいける。お世話のようにパーセンテージいい。これはね、もうね、ちょっと時間ないんでね、何回か繰り返します。ウェイ、捕まりました。捕まえたんですけど、強いね、これね、529とか。普通に強いし、27。全ステータ、あー、でも、どうなんだろう。攻撃と、こう、もう守備力、フォロボス超えてるしね。まあ、あの感じだったんですけど、とりあえずね、リセマラして、ドラゴンをね、倒して、まあ、出てきたり出てこなかったりするんですけど、スカウトやって出てくるかなと思ってね。スカウトした後に奥行ったら出てこなくて、一回マップ変えてね、また来たらドラゴンがね、消えてたのであれと思って、奥に行ったら出てきたりね。で、奥にいるんですけど、まあ、その前にワカメ王子とかね、そんな他のモンスターに触れちゃうと、消えるんですけどね、ドラゴンがまた復活してるので、また倒せば出てくるようなね、感じで何回も何回もやってたんですよね。もうドラゴンがいるんで、あれまた倒したら出てくると思うんですけど、もうやだ。だね、ガマデウスとね、ブオーンでね、無道ができますね。無道できるんですけど、無道のね、先のね、派生はね、絶対ね、言わないようにお願いします。まあ、無道を作ることによってね、またね、新たな、まあ、配合が広がるんですけど、今ね、モンスターにね、バルザック入れたので、スタンダードキラーを持ってるモンスターがバルザックなので、まあ、連れていけばいいかな、スカウト9のところ。そこまで、やっちゃいましょう。はい、スカウト9と。スタンダードキラーを持ってくること。わお、見事よ。確かに正しいモンスターを連れてきたよね。スタンダードキラーは、普通サイズの子に大ダメージを与えることができる特性よ。まあ、これがね、すごいですよね。これもね、バルザックについてるというね。反対に巨大モンスターに強いギガキラーという特性もあるわ。どのサイズのモンスターで戦うか、試合の前から勝負は始まっているのよ。はい、それじゃあ今回の商品受け取ってね。まあね、相性大事なんでね。まあ、運で勝てるとかもありますかね。お、グラコスのやり。次のクエスト受けるときはまた私に話しかけてね。はい、受ける。レベル12、行くわよ。次なんだろうね。メタルキラーを持つモンスター。メタルキラーか。あ、こんなの。メタルキラーを持つモンスターを連れてくること。今ね、持ってなかったからね。強首から族か。最強メタピー。まあ、50まで上げなくちゃないけどね。強首から族だったらいるね。これ捕まえてこようか。いた。こやつだ。首から族。まあ、強首から族、出てくると思うけど。あ、出た。これがね、メタルキラー持ってるらしいので。ただね、前見た覚えあると思ったらね、まあ、違うモンスターも持ってますけどね。だこれを連れていけばいいんだ。ね、メタルキラー、メタルハンター持ってるから。はい。メタルキラーを持つモンスターを連れてくることということで、メタルスライムやハグレメタルといったメタルボディの子たちは硬くて嫌いよね。でもメタルキラーがあればあの子たちに普通にダメージを与えられるの。どうやらこの特性をマスターできるスキルがあるみたいだけど本当かしらね。はい、それじゃあ今回の商品を受け取ってね。漆黒の鍵爪。これ次出すとか。パーティーランク、ああ7だね。まあこれはまた強くすれば7になるので。まあ、今6やっとなったような感じなので、まあこれでいいでしょう。ということでね、まあ今回ここで終わりましょう。ということでね、またね、配合とかも自分で紹介していきながらやりますので、まあ今のところね、まだ魔界に行ってない状況で、まあ次ね、遺跡回ろうと思ってるので、まあそこの前までだったらね、まあコメントにね、書いていただければいいんですけど、まあその先のことはね、なるべくね、まあ初めて、まあこのね、動画を見てからね、まあ、プレイなさる方もいるので、まあ、控えていただくようにお願いします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。